二の国に行って母さんを助ける。おお、そうか。そやな、動機は不純やけどまあええやろ。それが二の国を救うことになるんやったら何でもええわ。そうと決まったら善は急ぎや。早速行くで。うん。それで二の国ってどうやって行くの？知りたいか。ふふん、ええやろ教えたの。まずは魔法やな。誰かに見つかるとまずいよって隠しといた。この家の1階の暖炉の中探してみ。なんで暖炉の中なの？とにかく暖炉の中や。さあ行くで。こんなところに何があるの？魔法の本や。本？燃えてるよきっと。いや、心配ない。マジックマスターは暖炉の火なんかでは燃えません。何しろ魔法の本ですからね。そうなの？お、あったで。これが魔法の本？せや、正確には魔法指南書、マジックマスターや。マジックマスター早速二の国へ行くための魔法を使うとするか。どうしたの？魔法の杖ないんか。魔法を使うには杖がいる。これ常識やろ。そんなものこの家にはないよ。めんどくさいけど仕方ないな。外に魔法の杖探しに行くで。外にもないと思うけど。から行くぞ。メソメソ、僕はオリバー、メソじゃない。さっき決めたって言うてるやろ。お前はメソや。もう
君、この前も会ったよね。うん、会ったよ。ねえ、君はどうして僕のことを知ってるの？オリバー、ごめんね。え？ママのこと守れなくてごめんね。そんな、どうして君が謝るの？守りたかったのに。オリバー、待って、君、どこに行っちゃうの？ねえ君、どこに行ったの？おい、オリバー、一人で何してんねん。しずく、またいなくなっちゃった。は？何が？不思議な女の子、僕に二度も話しかけてきたんだ。何やと？不思議な女の子？はあ、そら確かに不思議やな。姿がどこにも見えへんで。そうなんだよ、今さっきスーって消えちゃって。なあ少年、一つ聞いてもええか？え、はい、どうぞ。冒険のパートナー、まさか俺では不満か？パートナー？誰のこと？ガーッ！誰のことやて？えらい強烈な切り返しきたで。そら冒険に花はつきもんや。パートナーがこの俺だけやったら不満や。もっともっと彩りを添える仲間が欲しい、とそう言いたなるのもわかる。せやけどな、ないものねだりはあかん。人は身近にあるもんで何とか工夫することによって価値っちゅうもんが出てきてやな。あった。はい。あの子がいた場所にこれが落ちてた。ん？ちょっと待てよ。よっ。これはびっくりや。ほんまもんの魔法の杖やで。え？魔法の杖？ほら見てみ。パッと見はただの木の枝やけどな、杖の表面には二の国の文字が描かれとる。ほんとだ。これが二の国で使われてる文字なんだ。まあ文字自体が古すぎてほとんど力を失っとるんやけどな。けど今必要な杖の力としてはこれで十分や。やった、よかった。びっくりしたわ。ほんま思わぬ収穫やで。それがこないなとこで見つかるとはな。もしかしたらあの子が僕に届けてくれたのかも。ほな次は魔法を使う場所やな。ゲートの魔法はできれば広い場所の方がええんや。狭いとこやとちょっと迫力に欠けるからね。別に迫力なんていらないんじゃない？だあ、これやから素人はあかんねん。魔法は神聖なものやで。魔法を使うときは常にベストな状態でやらなあかんねん。自分何も分かってへんな。基本やで、基本覚えときや。ああ、はい。ほな、広い場所を案内してくれ。どっかあるやろ、広い場所。広い場所、広…こんなところで本当にやるの？大丈夫や。普通の人間には魔法は見えへん。さあオリバー、ゲートを使え。うん。
そう言って。あ、他の人間には見えへんのや。ほら、ほなら行くで、メソ君。もうオリバーだよ、オリバー。メソにしてはまあまあ上出来やな。もう行くでよ、オリバー。え、あ、ま、待ってよ。これが二の国。ようやく見えてきたな。せやけどまだ距離あんな。でもさ、雫、すごかったよね、さっきの。ああ、イノシカの群れやな。あれこそ二の国の大自然や。で、感動したよ。うん、うん、出よった、魔物や。うわー、どうするの。さっきのイノシカとはちゃうで。見てみ、襲ってくる気満々や。逃げなきゃ。せや、